どうも、いこいです。今回は、アンジュルム、松本若菜ちゃんの完成度が高すぎる料理を紹介したいと思います。よければ最後までご覧ください。まずはこちら。クリスマスディナー。見た目も含めてレベルが高すぎますね。当時、中学1年生の女の子が作ったとは信じられません。次はこちら。韓国料理。お母さんを驚かせるために1時間半かけて一人で作りました。もう、お店で出せますね。次はこちら。 フランスパン。手ごねして4種類の味を作りました。パンまで自分で作ってしまう若菜ちゃん。超人的すぎますね。次はこちら。野菜たっぷりドライカレー。若菜ちゃんの得意料理らしいです。次はこちら。お弁当。ほうれん草のひしを必ず入れるようです。若菜ちゃんのお弁当があれば、どんな過酷な仕事にも耐えられますね。次はこちら。濃いのぼりオムライス。 鯉のぶりの形に卵を包んで、爪楊枝で模様を描きました。アートすぎますね。次はこちら。ナスのかば焼き。うなぎではなくナスを使った面白い一品。一風変わった料理も作れる若菜ちゃん。すごすぎます。次はこちら。わんぱくサンド。具だくさんのサンドイッチ。わんぱくな若菜ちゃんも可愛いですね。次はこちら。ジャージャーキシメン。 見た目からも美味しいのが伝わっていきますね。気分転換に作ったようですが、レベルが高すぎますね。次はこちら。具沢山のゴロゴロシチュー。色のバランスも最高で、ネーミングも可愛いすぎますね。最後はこちら。ミートポテトグラタンとミネストローネ。美味しそうでしょうとテンションの高い若菜ちゃん。最高ですね。いかがでしょうか最近メディア進出が激しいアンジュルムですが、 ワカナちゃんの中学生離れした料理力と頭脳も早くフィーチャーされてほしいですね。皆さんの好きなワカナちゃんのエピソードについてコメント欄で教えていただけると嬉しいです。では、ここまでご視聴いただきありがとうございました。今後もこういった動画を投稿していきますので、良ければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。では、バイビー。